一個だけあれやっていくよ。こうか、あんまり身長が合わないね。こう持っててね、こうなかなかこうやって持つと邪魔されたりするじゃん。持ちやすい方から掴もうとするとね。そうじゃなくて、こう逆の襟を取って、分かる？で、ふわって動かして、で、ガッ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 ね。よくみんながこう内股とか入ろうと思って、なかなかそのいい感じになんないし、相手をこういうふうにコントロール、さっきみたいにこうやってコントロールできる、入れろって、ね、なかなかそうもいかないから、周りとしてこう大内刈りみたいなのかけといて、ガッガッ引っ掛けて、でこう引っ掛けといて、最後にこう内股に行くと、そういうのも使っていかないと、なかなか試合で自分の相手はこうやって、はい来てくださいなんてやってないからね。こう持ってたら大内刈りぶっ込んでいて、もうケン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 で、ね、内股に変えていくとか、なかなか大内刈りだってスポッと入れればいいけど、入れなかったりするとかかとだけね、引っ掛けたらクイックイックイって押しといて、どん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 、そのためにケンケンやってるんだよ。ちょっともう一個ね、フェイントっていうのを教えるからね。こうなってるじゃん、こうやって、こうやると相手が前に出るじゃん、死んだぞ。違い、こっちの足を寄せる。そう、こうなるじゃん、こうやって、こういう時にこっちでできるじゃん。こう、足を、わかる？今のこう、もう明らかに前に行くふりして後ろに、その時にこの膝を相手に見えるように、分かる？リフティングのこうポンポンってやってて、ボールを一回崩すやつみたいな、こうやってポンポン、相手がこう反応するじゃん。前に来るかと思って足を出して、で後ろに。こういうのやっといて、バーンって入っといてとか、背負い投げとかやっといてとか、で入るとか、ね。単純のこうじゃないよ。足だけ。ここでもいいよ。どう？ね、よくそれ使ってね。アイレンしてない。膝を見せて後ろに。